サーブ99は、スウェーデンの航空機メーカーサーブの自動車部門が1968年から1984年まで製造、販売していた中型乗用車。航空機の設計思想を取り入れた個性的なデザイン、高度な体寒性、安全性で1970年代のサーブの堅実な成長を支え、台米輸出においても成功を収めた。また、 ターボチャージャーを実用車に採用した先駆的存在でもある。開発は96までのサーブ各社を手掛けたシクステン、セゾンの手によって1965年にスタート、翌々年の1967年11月に生産型が正式発表され、翌1968年秋に市販開始された。当初は二度アセダンのみ、99の開発は秘密裏に行われ、 1966年に、後日の新しいパワートレインのテスト用として、96のボディを縦方向に切断し20センチメートル前腹を広げた最初のプロトタイプであるサーブパダンが製作されたが、ほどなく後の99となる新しいボディの設計が終わったため、パダンでのテストはごく短期間で終了した。99の直接の母体となった新ボディも、 行動テストの際のジャーナリストの取材を欺く目的で既存のサーブ社のエンブレムの文字を集めてハツの文字を作成しサーブの新開発者ではなく研究のために輸入したハツ社であるとする偽装工作まで行われた実際にプロトタイプの車両のボンネットに対してハツの文字エンブレムが重複されたソブダイハツという通称の99が制作されており 前日のパダンとモドも、トロルヘッダンのサーブの博物館に展示されている。こうしたプロトタイプで、テストが重ねられた99のエンジンは、従来のサーブに用いられてきた2ストローク3気筒や、フォードタウヌス 12M 用の V4 では、以後の排気ガス規制をクリアできないことが予想されたため、英国トライアンフ製の 1750cc 直列、4気筒が採用された。 トライアンフもこのエンジンで、ドロマイトという4ドアスポーツサルーンを1970年代に量産、さらに同じエンジン2つを V 型につなぎ、スタックという2ドアスペシャリティー以下まで開発、生産している。このエンジンは当時としてはまだ珍しい電動ファンを備え、サーブ専用のゼニスストロンバーグ製のキャブレターでチューンされていた。1972年以降は、 サーブ自制エンジンに切り替えられ、その後 1984cc までの排気量拡大、ターボチャージャー装着、さらに900の時代になると DOHC16 バルブ化、ガソリンのオクタン化に合わせてエンジンを自動制御する APC システム導入など、数々の改良が行われた。後にグローバルスタンダードとなる三原触媒による排気ガス規制対策が最初に行われたのもこの、 ユニットであった。ボディは96までの強烈な個性こそないものの、ボンネットの見切り線やルーフラインが前年に発売された日本のスバル線にも似たスタイルで CD10.37 と当時としては空力特性も良好であった。そしてホイールアーチの上まで回り込んだ前ヒンジの巨大なボンネット大きく左右に回り込んだ上下に薄く傾斜角の浅い。 軽飛行機のようなウィンドスクリーン、ほとんどフラットなサイドシルとそれを可能にする、ボディカタンまで切り込まれたドアなどが、99に同時代の他社から抜きんでた強い個性を与えていた。しかも、一見得意に見えるこれらの設計は良好な整備性、良好な運転視界、乗降性の高さをもたらしており、決して気を照らうためのものではなかった。ちなみにギアを、マニュアルトランスミッション車では、リバース、 オートマチックトランスミッション車では、P レンジに入れないと抜けない、シフトレバー根元のイグニッションキーも、凍結した坂道で駐車中の車が、動き出さないようにとの配慮であった。ただ、強固なサイドシルがないことは、後継の900の時代になると、エンジンサスペンションタイヤ等の進化もあって、ライバルに対するボディ剛性の不足という、マイナス面として顕在化することになった。サーブの伝統に従い、 初期モデルは、雪道での安全性の確保と燃費の向上のためのフリーホイール機構を備えていた。また、当初よりサーボ付き4輪、ディスクブレーキを装備していた、木炭自動車に改造されたサーブ9916年という長いモデルライフの間、99には絶えず改良が重ねられた。まず、1970年にはダッシュボードが一新され、アメリカ市場を意識したオートマチック車や、 フューエルインジェクション付きが追加され、キャブ仕様の86馬力から95馬力にパワーアップした。また、サーブ初の4ドアモデルも登場した。1971年にはヘッドライトワイパーが装備され、キャブレター仕様88馬力とインジェクション仕様97馬力の 1850cc モデルが登場した。1972年には1750。 新新エンジンが落とされた。外観ではバンパーの位置が上げられ、時速5マイルまでの衝撃を吸収するウレタンバンパーが装備された。この採用は米国安全基準に先駆けたものであり、デザイン的にも不自然さのない優れたもので、規制のない欧州向けにも標準装備された。運転席、シートヒーターも採用された。また、スポーティーグレードとして2ドアモデルのみに、 EMS グレードが登場した。固められたサスペンションとサーブ姿勢の 1984cc ボッシュ D ジェトロニックインジェクション110馬力エンジンを備え、最高速時速 170km を誇った。1973年には 1850cc エンジンは廉価版99リットル専用とされ、他は全て 1984cc となった。 フロントグリルも前年の EMS を追って、全車種ともブラックになった。1974年にはサンドアハッチバックがコンビクーペという名称で追加された。米国ではワゴンバックと呼ばれた、このモデルのテールは伸ばされ、全長がセダンより10センチメートル長くなった。後に、このコンビクーペの後部デザインは後継車900に流用されることになる。1975年には、 前輪ディスクローター内の専用ドラムを用いていた駐車ブレーキが直接主ブレーキに作動する方式に改められ燃料タンクも45リッターから55リッターに拡大されたエンジンは 1984cc に絞られキャブレター100馬力、ボッシュ系ジェトロニック118馬力となった1976年にはパワーステアリングや アームレスト付きリアシートを装備したトップモデル 99GLEE が追加された。また5ドアのコンビクーペが追加された。1977年には欧州使用者のヘッドライトとテールライトが大型化された。1978年には99ターボが3ドアコンビクーペ専用モデルとして登場した。1984cc エンジンの最高出力は ギャレットやリサーチ製の小型ターボで145馬力に強化され、最高速度は時速 200km に達した。性能と燃費の両立を見据えたターボチャージャーの実用車への応用としては、最初の例で安全対策や装備充実による重量増加と高外対策による特に対米使用者のエンジン出力低下がもたらした動力性能低下を解決するために、 新エンジンを開発する余力のないサーブが選んだ給与の策であった。しかしターボ仕様エンジンの完成度は高く、時速 60km から時速 160km までの速度域であらゆる5人乗り乗用車と同等の速さを示した、などと当時の専門誌はその出来栄えを称賛している。1979年には4ドアにドアモデルも追加されたが、この年、 ますます強化される米国安全基準に対応すべく、ボディ前後が延長された後継モデル900が登場。99は1980年モデルを最後に米国市場から撤退、欧州市場専用の廉価モデルとしてしばらく存続することになる。1984年に99の前半部と900の後半部をドッキングさせた90が登場。 これを受けて99の生産は588,643台を持ってついに終了した。90は1987年、900は1993年まで生産を続けたので、99の基本設計は結局25年間生きながらえたことになる。日本には1970年秋の東京モーターショーで初公開され、西部自動車販売の手で輸入されたが、 当初の輸入台数は年間十数台程度のビびたるものであった。自動車専門シカーグラフィックは1971年2ドア、1973年4ドア2.0リットル、1974年 EMS と毎年のようにロードインプレッションに99を取り上げたが、2.0リットル以外は、雪道での記述が中心で、雪国向けの特殊な車種の紹介という色彩が、 強かった。1977年ハイガス規制強化により、サーブは日本市場から一時撤退、1978年に51年規制をクリアした 99GLE コンビクーペで再登場した。パワーステアリング AT 付きのこのモデルは日本市場に比較的適しており、当時著名だった追筆家松山武志が愛用するなど、インテリ層の支持を集め、 徐々に販売台数も上向き始めたが、1980年には、米国市場のモデル交代に合わせ900ターボ3ドア、GLE5 ドアにバトンタッチすることになった。輸入モデルはすべて丸型4等式ヘッドライト、左ハンドルの対米使用者ベースで、1974年頃のモデルの場合、運転席、シートベルトを締めないとエンジンが始動できないというシステムまで組み込まれていた。 スティグ・ブロンクビストのカル99ターボラリー競技では、スティグ・ブロンクビストが、以前の WRC による96での活躍から、1977年 99EMS で、地元スウェディッシュラリーで優勝。1979年は99ターボで、同ラリー優勝。さらに1980年の、スウェーデンラリークロス選手権でもティモサロネンラと競り合い、優勝している。 サーブスカニア広報フィルム1980年作品より、ありがとうございます。